型紙を使ってお花紙の桜をたくさん作りましょう。星型の折り紙に出てくる十折りのやり方はとても簡単でわかりやすいです。まず正方形の折り紙を半分に折って、その端を45度に折ります。開いてもう一度45度に。この線と交わったところに角を持っていきます。この部分をさらに半分に折ります。この線に合わせて三角に折ったら、裏返してこのように折ります。そうするとぴったりと重なって十折りができます。表に返してこの線で切ったら、ホッチキスで留めて十折りの型紙を作りましょう。今回はお花紙にこの型紙を当ててたくさんの桜を作ります。お花紙は薄いので、何枚も重ねて一度に折ったり切ったりすることができます。今回は三つ折りにした後、半分に折って6つの桜を作ります。中心に型紙を当てて、型紙に沿うように折ります。これを半分に折って、その折り目のところに沿うようにさらに折ります。裏返して折ると十折りの出来上がりです。余分なところを切り落とします。桜の花びらの半分の形に切ります。これで開けば桜の花形になりますが、少し模様を入れましょう。両端の部分に少しだけ切り込みを入れてみます。これを開くと、おしべの模様が入ったような桜になりました。これが一度に6枚できます。今度は色を変えて、切り方も少し変えます。周りを花びら型に切ったら、内側も花びら型に切っていきます。全部切ってしまわずに途中まで切ったら、真ん中の部分を斜めに残しました。そして中心を斜めに切り落としてみました。こんな繊細な桜の形になりました。色や切り方、大きさを変えて
さまざまな桜を作ってみましょう。お花紙は薄くてふわふわしているので、ラミネートしたり、貼り絵にしたりして使いましょう。